怪物に続いて人形か。こりゃ完全にファンタジーだな。んちょっくら遊んでっか。高校生としては異例の最優秀賞受賞ですが、今の感想は？適当に作ったんだけどな。こんなので最優秀賞をくれちゃうなんて、見る目あんの？天才少年が作り出したゲームが前人未到の20週連続1位を達成です。果たしてこの記録はどこまで続くのか。つまんねえ世界だな。正体不明の最悪、空白の勢いが全く衰えません。多くの都市が破壊され、空白死者行方不明者は数億人に達する。めちゃくちゃ面白そうじゃねえか。いいね。お前は一体何なんだ。教えないってか。まあいいさ。さあ俺を飲み込めよ。楽しませてくれるんだろう。あなたが進む道は今までとは全く違う道。あなたの描いていた未来はもう存在しません。破滅へと向かう世界を救う力を持った審判者よ。最悪の元凶となった道理に反する異界の存在へ裁きを。大規模な舞台セット。この舞台セット広すぎだろ。空はどうなってんだ。ありゃすんません、誰かいないの？よく思い出せないな。ニャーコー、こっちだぜ。お前どこから出てきた。何してんの、こっちだってば。ホラー映画じゃ
こういう場合ついていくとあの世行きだけどな。ま、とりあえず行ってみるか。ほらほらこっち。生意気なガキだな。それにしてもどこか見る。ジャンプジャンプ。はいはい、ジャンプすりゃいいんだろ。はい。ついたぜ。早く早く。はいはい。ほら、そろそろ準備準備。何か起こりそうだな。うわっ。なんだかよくわからねえが、はい、来るなら来やがれ。この銃で戦えってことだろ。これは兄ちゃんの力だぜ。これからずっと終わりのない快楽を味わえる力。さあ、思う存分楽しんでくれよな。早く、こっちよ。別の声。よし、どけどけ。この子も空白から落ちてきた。詳しい話は後よ。早くトラックに乗ってここから離れるわよ。私は二人で一人。俺は制約を証明する存在として兄ちゃんを守る。忘れんなよ、俺たちは一心同体だってこと。だから少しでも早く俺を見つけ出してくれよな。約束だぞ。低い天井だな。それじゃあ話を続けるわね。ここは私たちスタリーフォレスト連合の戦闘研究所、スチールグレイブよ。今から君にやってもらうことがあるの。説明を聞いてもらえる？
にちは。スタリーフォレスト連合所属のオペレーターを担当している工藤 A と言います。見習いなので至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。おお、かわいいお嬢さん。今からテストシミュレーションを開始します。まず前方に見える開閉装置を作動させてください。ゲートオープン。フィジカルテストに移行します。バーチャルオブジェクトをロードするので力いっぱい壊してください。よっか、おりゃおりゃおりゃシミュレーションに移行します。お、いきなりバトルシミュレーション、話が早いじゃん。このバトルシミュレーションは危険なものではないので安心して戦ってください。やった。おかしいな、計測器にエラーでも。ああ、なんでもありません。次のステージに移動してください。次のバトルシミュレーションです。現区域に配置された全ての訓練用ダミーを破壊してください。パーパッとぶっ壊しちまえばいいんだろ。よっか、おりゃおりゃおりゃ。これは特殊磁気フィールドです。スキルを使用しないと破壊できません。スキルの使用方法をオペレーションディスプレイ上に表示します。怖がらず思う存分使ってください。次が最終テストになるので、もう少しだけ頑張ってください。最終テストを開始します。トレーニングマスターをロード。なんだあのアホ面。ぶっ壊してやるぜ。よっ、よっ、だ。だだだだだだだ、どうだ。はい、ふっ、おりゃ。テストクリア。
オペレーションディスプレイ上に表示します。これが俺の点数ってことか。すべての記録が更新された。すごい、どうしてこんな数値が。やっぱ俺って天才だな。